どうも、なおちんでーす。ワンピースオデッセイやっていきます。よろしくお願いします。さあ、7月25日に完全版が発売されました。で、やってみたところ、特に変わったところはなさそうですね。で、とりあえず全クリをしました。レベルは57ぐらいとなっております。で、装備ですけども、ルフィに消費 TP 軽減 100% にしまして、技を打ち放題にしております。で、攻撃力を極力上げて、ルフィの全体攻撃で倒していく。まあ、そういう感じにしております。まだ耐性装備は揃っておりませんので、ダメージ1にすることはできてないんですけども、まあ、ちょっとそこにするにはだいぶ時間がかかりそうですね。まあ、とりあえず全クリしましたので、キューブを解放していこうと思います。強かったかな？いや、さすがに全クリ後の要素なので、そこそこ強かったと思うんですけども。スモーカー1体だね、1体だな。なるほど。こういうことね。なら大丈夫ね。でも、勝てばお宝が手に入るわ。みんな、死ぬ気で戦いなさい。お前ら今なら煙にだって負けねえ。それが余裕でしょ。まあ、とりあえずいつも通り戦っていきましょう。ニューワー、あ、早めよ。とりあえず攻撃力をゴリゴリ上げて、うわー、まあ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 ね、火力は高い。うん、火力たっけえな。まあ、いいか、もうすぐ攻撃してけ。いや、スネークマンゴムゴムのキングコブラ。あ、余裕じゃん。余裕。俺の方はいつでもいいぞ。余裕。え、これゾロ倒せるんじゃない？三刀流奥義一大三千スーパー、これは余裕です。いやー、思った以上に超楽勝でしたね。まあ1年半ぐらい前に、かなりやり込んだ作品なので、まあ大体分かってはいるんですよね。うん、なので楽勝なのかな。まあとりあえず今回の完全版、ダウンロードコンテンツまで入ってますので、ちょっとそこをやっていこうと思います。まだね、ダウンロードコンテンツやったことないので、うん、そこのストーリーを見ながら、ぼちぼちやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。